すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日の動画が尾道ラーメンの2軒目なんですけど、尾道で撮ったオープニングの動画がちょっと破損してしまいまして、いつもの背景からお送りしますということでこちらです。ドン。 JR 尾道駅から徒歩15分くらいのところにあります尾道ラーメン丸星さんにお邪魔してます。尾道って駅から徒歩1キロくらいの圏内にラーメン屋さんがすごく密集していて、しかもそのほとんどが尾道ラーメンという回りやすさがあって、ダオタに大変優しい街になってます。こちら丸星さんは事前調査でリストアップしていたお店で、尾道を歩いてたら目に飛び込んできたので、こりゃ行くしかないだろうということでね、早速行きましょう。レッツゴー。さあ、尾道ラーメン丸本さん、食券制です。今回はもちろん看板メニューの尾道ラーメンと現金対応のお稲荷さんをチョイスしました。サインがたくさん飾ってあるなと思いながら待ってた。こちらが丸星さんの尾道ラーメンです。ぼやーい。スープの表面には大粒の背脂、そして厚めの油膜が貼られています。ネギの緑色も視覚的にナイスアクセントだぞってことで、いただきます。さあ、まずはスープから。どへーい。表面の油膜のおかげで熱々、そして煮干しの風味を白縫いのように強く感じるうまうまスープ。同じ尾道ラーメンでも他とはまた異なった味で、ご当地ラーメンの中でもいろんなタイプがあるんだなと感心しました。そんなスープを味わったところで、お次は麺をリフトしてすすろう。あざーい。つるっとしなやかな表面にしっかりコシがあり、風味も豊かでナイスな麺。さすが正道ラーメンといった美味しさで、醤油強めなスープともよく絡んで相性抜群です。さあ、そんな興奮冷めやらぬ中、ずっと熱々だぞってことを視覚的にも皆さんにお伝えして、今度はチャーシューをパクリ。薄切りながら肉質しっかりめで、これはジャイアンツに行っても活躍してくれるでしょう。てな感じで、もはや尾道ラーメンにはマストと確信したネギのアクセントも楽しみながら、気がつけばもう終盤戦。そろそろお稲荷さんを食らっちゃいましょう。ほい。単体だと素朴な味わいですが、スープと合わせると抜群の相性。最後はポコンと放り込んで、本日も完食です。大変美味しくすれました。煮干し感強めのスープに、また尾道ラーメンの違った一面を体感できたような気がしました。それではコスメ。はい、ごちそうさまでした。いやー、丸星さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。表面に浮いた油の層でしっかりとね、スープの温度を中に閉じ込めていて、最後まで熱々でいただきましたね。スープは動物系よりも煮干しの風味を強く感じるもので、他の尾道ラーメンと比べても結構異なった味わいで、同じご当地ラーメンでもね、これだけの差が出るのかっていうところに面白さを感じました。そんな煮干しの風味強めなスープに背脂が入ると、背脂のジャンク感と、そして動物感がね、より際立つ感じで、すごくあの背脂は相性がいいですね。ラーメンももちろん美味しかったんですけど、唐揚げもすごく美味しくて、ただあの唐揚げを一人で食べるのはなかなか大変だと思うので、複数人で行って、なんならもうご飯も注文しちゃってね、ラーメンと唐揚げとライスでガッツリ行っちゃうのもいいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、尾道ラーメン丸星さん、丸は今年からジャイアンツや、頑張って。